はい、教えてジュラシック。今日はイージーバーの、スカルクラッシャー。あまり僕らの時代はスカルクラッシャーって言わなかったんですけど、トライセプスエクステンションですね。ライング寝た状態の、三頭筋のエクステンションですね。イージーバーを使った、代表的な種目になります。まずじゃあ説明しましょう。まずちょっと今から2種類やってみますね。はい、2種類、ごめんなさい、3種類やってみます。はい、これが1個目です。これが2種類目で、これ 3種目目。こんな感じですね。これは全部、種目、多分同じ名前ですよね。スカルクラッシャーっていう意味では、1種目目が最初にやったのがね、スカルクラッシャーだと思います。ライングトライセプスエクステンションになると、今は3つとも、これ僕も全部やってきました、今まで。3種目でね。で、初心者の頃は最初にやった、ここに下ろすパターン。これですね、やってました。スカルって何ですか？スカルって何ですか？頭蓋骨、うん、ここですよね、はい、なんでここに下ろさないとスカルクラッシャーじゃないですよ、はい、でこれの特徴は、肩の関節がここまでしか動いてないですですよね。で今やった3種目何が違うかというと肩の位置です。肩の関節がどれだけ、動いてるか、この位置なのかこの位置なのか、最後はここまで伸びてますんで、でこれ何が変わってくるかというと三頭筋の、長頭、こっち側ですね。長頭が、だんだん働いてきます。ここよりもこっち、ここよりもこれ、これ、ここよりもこれですね。だんだん肘が後ろに行けば肩が上がって、肩関節が動き出すと、三頭筋の長頭のストレッチが入ってくるので、三頭筋の長頭の、動く度合いが増えてくるっていう感じで、なので別にどれも間違いではないです。ただ僕のアドバイスとしては、この種目って肘をすごい痛めやすいです。はい、よくね僕の動画でパキパキいってるって言います。もう別に痛くないですよ全く今ね。でもパキパキいったりとか、あとだんだん疲労が溜まってくると結構痛めるんですよね。で僕の経験だと一番やっぱりねこれ痛める、動きが今の3種目の中では、いわゆるスカルクラッシャー、ここで切り返すやつです。ここで切り返すのがやっぱり一番痛めるんですよね。なので僕は、あとやった2種目ですね、ここに持ってきて、今気づいた方いるかもしれないです、クッションさせてます。バーを当ててましたよね。なので空中で切り返すんじゃなくてここ軽く、どうしますか軽くポーンと当ててクッションさせます。そうすると、バウンドではないですよ。こんなバウンドではないんで、軽く当てて伸ばす。軽く当てて伸ばす。これですね。こうすると関節の負担がだいぶ和らぐんで、おすすめです。で、僕がやる、イージーバーのエクステンションは3種目目の方ですね。今のもやりますけども、一番やっぱ長く肘に優しくやれてるのは経験上このエクステンションですね。この頭を出してしまって、ぐーっと下ろしてきて、ちょっとここから顎を上げていきます。
で頭の後ろにバーをぐーっと下ろしていて、そこから一気に伸ばす感じです。これが動き的には一番大きいんですけど、一番今までやった中では、肘への負担が少なくて、あと筋肉への負担、負荷も非常にいい感じで入っています。はい、なので、まあ、いろんなやり方あるんですけど、まあ、僕は3種目目のを今やってますということですね。で、まあ、肘が別に痛めてない、僕は全然大丈夫だという方はここでもいいですし、スカルからしたらでもね、なので、まあ、下ろしていく位置によって長頭のストレッチが入って長頭が動き出すよっていうことを知識として覚えてもらうといいです。あとはもう一個は足の位置ですね。足を床に置いてやると、まあこのストレッチの時に結構グーッと重さがかかっていますね。ここでグーッとかかっています。で、逆にちょっと足を上に置いてブリッジをかけると、今度ストレッチのところが若干柔らかくなって、パワーの発揮がしやすくなりますね。はい、なのでストレッチで重さをグーッと感じたい方は足を床に置いて、パワーをしっかりパッと出したい方は、ちょっとお尻上げてあげると、いいかな。まあ、収縮に向けて力が出しやすくなるという感じですね。まあ、今言ったこの、下ろす位置、それから足の位置、まあ、この辺、がトライセプエクステンションのまあ特徴。あとはまあこれ基本ですけども、手をこういうふうに動かしてほしいですね。これも基本です。これ全部3頭筋の種目そうですけど、ちょっと後ろから見てください。ちょっと下から、今こうなってますよね、手首で。で、バー乗っけてる位置ここです。わかりますかね、この親指のと人差し指の間の腹のところです。ここですね。決してここ、指では持ってますよね。こういう感じでは持たないですね。ここに乗っかってる感じで、多分指、離してると全然安定します。で、ここからスタート、ここに乗っかってると下ろした時にちょっと下ろしますよ。こういうふうに自然にこう手首が猫手になってきます。わかりますこれ猫手になってますよね。こういう感じですね。そうすると今前腕に力入ってるのわかります。前腕で支える、こうするとね三頭筋にすごいストレッチ入ります。で、肘にも負担が少ないので、で、ここから今度は逆にこっちに向かって先の位置に戻す感じです。なんでちょっとこうスナップを効かせてる感じですね。こういう感じで、これはやっぱり指で持つとできないので、こっちで持つ感じですね。ここにバーを乗っける感じですね。で、やってもらうと自然にこうなっちゃいます。ここにバー乗っててのこういうふうに押そうとするとこっちに落ちてきますから、これを落とさないように落とさないようにするイメージです。もう一回やってみますね。ここに乗っけて安定させたら、ここからこういう感じですね。猫手ですね。はい、で、押し込む感じです。猫手で押す感じです。こういう感じで。この前腕使って重さをぐーっと三頭筋までつなげる感じです。これがこうなっちゃうとこっち抜けちゃうんで、逆にこっち側に入ってます。で、こっちのラインから3頭に乗っけるイメージでやると分かりやすいです。これはやっぱりいきなりあまり重いのを、そうですね、はい、これはおすすめはやっぱりアセンディングセットっていって、重量を上げながら追い込んでいく方がいいかなと思いますね。うん、まあ、結構肘が温まって後半にやる種目で使うならいいんですけど、まあ一応これは三頭筋の代表的な種目なので結構前半に持ってくる方多いと思うので、例えば50キロでやるなら40キロで限界までやって、45で限界までやって、で50で限界までやってみたいな感じ。いきなり50持ってやるのもまあ肘調子いい時はいいんですけど、肘の負担考えると、その方がいいかなと思いますね。
まあ、その肘へのとにかくこう怪我の話ばっかりしてますけど、それぐらいこれ肘に負担かかるし怪我しやすい種目なので、気をつけて皆さんやってほしいなというふうに思いますね。はい、以上トライセプスエクステンションスカイクラッシュスカルクラッシュでした。